それではランタンの方を行きたいと思います。何から行こう。いつもはさ、こういろいろ用意したけど、この投稿機をポータブル電源で使うから基本何でもいけるんだよね。よいしょ。一応これね、10W が2つ、30W が2つ。まあ電源サイトがあればこれでこれ使えるんやけど、普通の一般サイト、その電源のないサイトじゃバッテリーが持たないのね。いつも、よいしょ。1ミリアンペア、これスワウキの2つ用意していくんですけど、30W だったらほんま2-3時間も使ったらなくなる。2つでだから 60W 使ったらね。こっちだったらもうずっとなんか 10W やったら全然大丈夫なんですけどね。だからなるべく、まあ、30W だったら明るいけど電気の消費量が多いから最近は 10W にしていってます。もう大きいポータブル電源使ってもいいねんけど、そうやったら全然問題ないねんけどね。12万ミリアンペア、いつもの、うん、あれだとどんだけ電気使っても多分1日ぐらいはまあ持つと思うけど、冬になったら電気毛布使いたいから、大きい電源は取っときたいのね。うん。2泊3日になると、もうソーラーパネルで発電しないと足らんくなるから、それで2つ用意しております。さあ、次。で、もう、大きいの持っていくのもどうかなと思って、いつもかさばるからね、ホヤガラスのあるやつは。まあいろいろ用意はしてますけど、ほとんど LED になるのね。でこれが11000のミリアンペア。これもう相当持つからね、これ。うん、いつもハイにしとけば、せっかく作ったからかけてみようか。よ、どこや。よいしょ。うん、こんな感じで。相当明るいよね。もう LED の明かりだけで使えるじゃん。部屋の電気消す。これで行こう。これで喋ろうな。うん。で、これはだからすごくよく持つやつね。で、この間も使ってたこのポップアップ式。ポップアップ式。こう見えるのかな。あ、こっちの方がええな。このポップアップ式ね。これはこう自家発電するとここに、まあ、防災用かな。こうしとけば、まあ2段階で、ここか。2段階で明るくなります。けど、そんなに使われへんね。これ、持たないのね、あんまり。おビスが出てきた。ね。なので、よく使ってんのはこのタイプ。まあ、これ防水も、これ、何個あんねんって、これあんねんけど。よいしょ。こんな感じか。こっちか。よいしょ。よいしょ。もうだいぶ明るいね。で、これ何個あるの？ 4 つあるんですけど、何が違うって、ダブルクリック。なんか惜しか。これ、アンバーなのね、色が。なんか惜しいな。これ、中白色なの。中高色なのね。
めちゃめちゃ明るくなってきた。でまあ こんな感じになるんですけど、これが中白色で、わかるかな、こっち側がアンバー、こっちの方があのよく使うあの料理が美味しく取れるからと思ってこれにしてるんですけど、明るなんだこりゃ、ちょっと何か消そう、ダブルクリックか、違うな、長押しか、もう長押しかダブルクリックかよくわからんくなんね、こんだけあったらね。でやっぱりあ、うーん、暖かい光を求めるならアンバーかな。ちょっとそこ座っといてお願い、今ちょっと説明してっからな、ちょっと待ってね。うん、でこれが5200mAh かな、が4つで、これ面白くて、これ取ったらさ、これ USB で充電できるんですけど、取ったらこれ電球の玉になるのね。これ電球につけてもあのいけるし、ここに挿せばスイッチがあるので、ほらランタンになるのね。よいしょ、こんな感じで入り切りしかないけどね、これは。でもこれ電球で使えると思って買ってみたんですけどね。こんな感じでどう？これ。よいしょ。でもだんだん8個持っていかなあかん、その10個か。まあ、10個もつけないけど、タケノコテントみたいなのに8個釣ろうと思ったら、結構なんかこの辺の持っていくことがありますね。よいしょ。はい。ほんだ次。で、次、何？モスキートランタン？これ、いいよね。モスキートランタン。この間買ったんですけど、すごい虫を取ってくれるの。に、3段階の強さで、まあ、また概要欄には書いときますけど、3段階の強さで、で、こっちを押すと、モスキート。これがね、優秀やね。結構虫、こう、今ついてるんですけど、これ水で洗えば、座ってください。水で洗えば、簡単に落ちるからね。で、防水やし。で、これをつけながら、どれや、これか。これをつけると、虫がここに寄ってきて、大丈夫っていう。これなかなかいいよ。で、ここ、フックがついてて、これだけじゃないのね。これだけでも別にいいねんけど、これを一つポンと出すと、こう。いい、どこにでもかけれるっていうフックがついてる。これもいいね。これは結構使いやすかったし、あの、蚊が取れて嬉しい。面白い。で、次は、ヘッデンやね。これに、どうやろう。こんな感じかな。1、2、3、でー。これものすごい明るいんだけど、一応なんか説明では、うわこれ逆光になってるね、こっち消しとこう、こっちも消して、よし、説明欄では8000ルーメンってなってるけど、そんなあるわけでもなしね。まあ LED はこんな感じかな。これ、186502機掛けなんで、まあ明るいのはめちゃめちゃ明るい。150メーターぐらいまで明るいと、明るかったです。はい。こんな感じで。18250はやっぱりいいよね。18350より。だから18250何個あるんやろ。
今16本ぐらい用意してる。はい、それでは、とりあえず LED はこれで終わり。あ、でも普通これ2個持ってったら大体終わってるね。はい、次はガソリン系。これがハリケーンの何やったかな、フュアハンドか。まあ、これはケロシンなんで、結構すすが出たりしますけど、まあでも、柔らかい火をが出るので、で、あんまりワット数は大きくないのね、やっぱり。よいしょ、上げて、芯出したっけ？で、下げる。燃料はここから入れて、で、ここで火力の調整。おお、あんまり出しすぎると、まあ、オープニングの画像でも撮りましたけど、あ、これはダブルクリックか。と、こう切って、ホワイトバランス取れてんのこれ。わからんけど。さすがにこれはかけれんやろ。多分持たんと思うで、これ。持つかな？よいしょ。私のランタンハンガー持ってくれよ。かろうじて持ってるって感じやけど、まあまあまあ使えるんじゃない。ほら、よいしょ。まあ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 、うん、いあのちょっとなんか前倒しになってるけど重たいものにはさすがに LED ぐらいやったらいいけどね。うん、一応釣れるということが分かった。はい、まあこれぐらいの明るさは出ます。まあでも部屋の中で炊くもんじゃないね、このクソ暑いのにまあ火力は絞っていけば、よいしょ、下ろすよ、よいしょ、火力は絞っていけば、つまみどれ、こうずーっと、これ消せないのね、吹かないと。だんだん暗くなって。これ以上行くと、落ちちゃうの、芯が。こんな感じかな、だから。うん。これ芯がね、落ちちゃうから、あんまりじわじわ行かないと。ほいで、ここまで来たら、上げて、消す。あら、真っ暗になっちゃった。よし。ほい。よいしょ。こんな感じかな。あ、やっぱりこれ便利よ。この、うん、何？ランタンスタンド。これいいよ。うん、なかなかいい。よし。便利。便利です。すごく便利。よし。では次は、ルミエールランタン。私、ノクターンよりルミエール派なんで、二つ用意はいつもしてますけど、ルミエールランタンの方が、大きいから、火力じゃなくて、明るさが出るかなと思って、こっちにしたんですけどね。こっち側がノーマルガス。一応二つ用意しましたから。コールマンで用意しろって。いやいやいや。そこはそれ。岩谷で。はい。で、こっち側がパワーガス。そうない、変わらんって。パワーガスも、ノーマルガスも。危ない。そうない、変わらんって。パワーガスも、ノーマルガスも。左利きやからおかしいでしょ。よいしょ。こんな感じかな。よし。つけてみましょう。どれぐらいのが明るいのか。
これはいい。出しといた。で、ここで調節が可能やから、まあまあ、このぐらいかな。ろうそくの延長線上みたいなもんやからね。大きい炎やったらこれぐらいだし、ちっちゃくすればもうほんとろうそくぐらい。まあこのガラスも磨かなあかんけどね、まあ、手間暇はそんなにかからんけど、どうやろ。まあでもこの揺らぎ的にはすごくいい、あの雰囲気を醸し出してくれるんじゃないかな、夜は。で、気に入って私はいつもこれ持っていきますけどね。はい、こんな感じです。見えるランタンはね。はい、次。で、ここを回すと消えます。またこれつけなかないで。ここを回すと消えます。はい、OK。戻すの？戻すの？ちょっと後ろ浮かして。よいしょ。これ持ってってもいいねんけど、まあちょっと横道それるけど。よいしょ。これを持っていってもいいねんけど、こんだけでかいからね。ほら、ほら。もう重たいし、多分。2キロぐらいあると思う。これをこう出して右と左に振ればこうランタンスタンドになるんですけどね。これクソ重たいでしょ。普通の何オートキャンプならね、全然持ってっても構わないんですけどね。で、下はペグ打ちできるように穴が開いてます。よいしょ。これが広がるところなんですけど、よいしょ。こんな感じで。ここがペグ打てるようになってる。こけんようにね。安全面も、これはでもいいと思うけどね。安全面も大丈夫やし。ポールもそんなに弱くないし。重たいものでも結構かけれるよ、これは。あのメーカー等々は概要欄に書いときます、また。さてと、ちょっとこれ邪魔。よいしょ。はい。続いて、ハイマウント。ハイマウントのフォレスト。ハイマウントやな。これがハイマウントのフォレストヒル。まあまあ、あの、一般的に使う。ロゴスのあのチャッチーのよりかはいいかなと思うよ。あれを1000円で買うんやったら、これを1800円ぐらいで買った方が、なんか得なような気がするけどね。こっちの方が、あの、いい、すごく、なんか頑丈そうやし、いいと思う。こんな感じで、綺麗よ、すごく。ホヤガラスが綺麗も。よいしょ。こっちまた、組み立てないから今から組み立てるね。よいしょ。ちゃんとこういうケースに入ってるから壊れないし、ハードでもないけど。で、これをこうあって、これを上に上げる。たらガラスが取れて、ここにこんな感じではめると、あのラン、ろうそくをはめるところがあるので、よいしょ、入った。こんな感じで、もう落ちひんから、これで落ちないからね。もう買っときゃいいの、50個これこれで十分いけるから。こんなもんな、50個も使うことないで。で、こうしてここに火をつけます。火をつけるって。よし。直すと。はい。ちょっとしていこう。
まあこれにアロマを入れてもいいよね。このぐらいだったらテント内でも使えるからね。まあでもろうそくやからそない期待できないよ、火力なんて。火力というかその明るさは。よいしょ。こんな感じ。どっち？こっちの方が逆か、こっちか。こんな感じか。もうちょっとこっちか。こんな感じやな。はい。これでご飯はさすがに食べれんやろ。こうやってかけててもいいけどね。どう？まあ普通のろうそくって感じかな。でもこのホヤガラスに映った炎がなんか二重三重になってちょっと綺麗か。綺麗なは綺麗ね。このぐらいの明るさどうでしょう。まあ雰囲気で使うのはいいかもね。これでなんかしようと思うのはちょっと無理かも。見えへんもんだってまあやってやれんことはねえけどこれで焚き火したら焚き火の方が絶対あの火力強いから明るいと思うよ。こんなん消えちゃうよ、はい、とこれが、ハイマウントのフォレストヒルです。さあ次、はい、続きましてこれがうちで一番最高のでかいやつ。外の名前かな、ST233。 これでかいぞー。およ、これはもう大変マントルがあるからね。これはまあまあマントルを壊さあマントルを壊さないように、よいしょ、こんな感じで。リフレクターを入れてるので向こうが映ってないですけど、ほら、これはね火力によってだいぶ変わるのね。こっちパワーガス ST760 のパワーガスと ST700 のノーマルガス、これで火力が 20W ぐらい変わるのね、明るさが。でも一応 200W 出るのね。これはむっちゃ明るいから。でそのこれ蚊を寄せ付けない、ランタンなんで、その虫対策にもいいかもわかんないですけど、パワーガス使ったら、最大火力にしとったら4時間ぐらいしか、燃費がすごい悪い、4時間ぐらいしか持たへんはずって書いてあったからちょっとやってみるよ。これを下のこの下に穴があるのね。でまあノーマルから先行くけど、これをもうこのガスそのままいけるから、まあ便利っちゃ便利なんですけどね。こう押して入れるとここにバネがあるので、ここでしっかり止まってくれます。で、あとは回すだけ。と、カチッと。ここを回すとガスが出るので。おぉ、かてぇ、左利きやった。で、音がするっしょ、だいぶ。これ、どんだけ明るいか。めちゃめちゃ明るいぞこれ。これさほとんど最小なのね。こんだけ明るいんやで、眩しい、これがノーマルね。よし、つけてみるよ。
どうこれ。一応これが最大。まぶしい。もうこれ一個あったら何もいらんって感じ。ただ音がすごいよね。でテント内には絶対持っていかれへんし、相当暑くなるしね。さすがにポンピング式は私は持ってないので、あの紹介できないですけど、うん、これ最小かな。これ以上火落としたら消えちゃう。ホヤガラス、あ、マントルがあるからすごく、うおー明るい。 LED 一個つけてみようか。どう？まあなんかメカメカしいのをやりたいなと思ったらこういうのを買ったらいいと思うけど、1万円もしなかったと思うんですけどね。結構するんで、まあペトロマックスとか買うよりかはるかにマシやけどね。私はガソリン系は持ってません。はい、よいしょ。はい、これでよし。これでうちのある、はい、ランタン系は一応それでおしまい。ここになんかついてるけど、これここに押してここを押すとなんかつくのね。ほらこんなでっかいのでどうせっちゅうの。まあ非常用のバッテリーやろうけど。はい、なんだろう、ちょっと電気をつけてみようか。よいしょ。あー、犬が、ワンズが起きてきた。それは明かりがあったら綺麗わね。よし。でもこれおすすめ、これこれ、これこんだけ伸ばしても全然大丈夫だもん。この部屋すごいよ、詰まってるよ。まだ今度紹介しますけど。そしたらここ、何してんの？向こうにもおるわ。もう寝てるんかな。さっき起きたでしょ、あんた。あんた起きたでしょ。ん？しゅー。はい、それではお疲れ様でした。